はい、試合まで、約10日となりました、はいはい、現在のコンディションの方はいかがでしょうか。そうですね、追い込みも終盤になってきて、そうですね、追い込み結構きついんですけど、疲労溜まってるんですけど、結構めちゃめちゃ調子はいいです。はい、はい、ありがとうございます。昨年7月の河原戦以来、約9ヶ月ぶりの試合という形になります、はい、この期間はどんな過ごし方をされてきましたか。そうですね、前回からが7月だったんですけど、まず怪我をしっかりと治して、結構そうですね、怪我の期間が長かったんですけど、まあ、やれることは毎日やってて、逆に良かったのかなって感じですね、はい、怪我はどこをどれぐらいの、左足の甲を骨折してて、それが試合の、河原田選手より1ヶ月ぐらい前で、そうですね、それでもうほぼもう全然練習できなくて、でも試合は左の拳も結構痛めてたんで、まあ、急遽もう右で戦うっていう感じにしました、うん、はい。これ練習自体はいつぐらいから再開できたんですか。今年入って、そうですね、1月中旬ぐらいからちゃんと蹴れるようになってきて、今はもうバッチリ蹴れます。はい、はい。今回から K-1 チーム横浜からチームの場合の配属先の方を変更されての、はいはい、出場という形になります。このチームどんなチームですか。そうですね、横浜の時もすごくいいチームだったんですけど、今のチームノバっていう名前に変わって、まあ今本当に最高のチームですね。みんなもう家族みたいな感じで毎日過ごして、みんなでこう殴り合って、すごいいいチーム、どこのジムよりもすごい団結力あるのかなって思ってます。はい、練習の拠点はこちらカモイ。そうですね、練習は、はい、K-1 からカモイスクールでやらせてもらって、すごいいい環境で今練習させてもらってます。はい、ありがとうございます。では今回対戦します堀井選手の印象の方は。印象ですか、はい、そうですね、まあ、結構試合までのすごい煽り方とか話題性はすごいある選手で、まあ、リング上がった印象が全くないんで、それ以外がすごい面白い選手だったり、人もすごいいい人だと思うんですけど、リング上がった時はの印象は全然ないんで、まあリング上がってもう自分の一番いい印象で終わるんだろうなって感じです。はい、対戦カード発表の時、はい、3人に分身して現れましたけど、はい、あれを見た時の正直な感想は。あ、そうですね、なんか何やってくるんだろうなと思ってたんですけど、まあ、なんか3人に分身してて、なんかでも結構受けてたんですかね、わかんないですけど、まあでもちょっとイラッとはきましたね。はい、選手としての印象っていうのは正直今のところはそれほどない。それほどないですね。もうここで一回自分が一発で倒して、もう一生やることないんだろうなと思ってるんで、そうですね、はい。で、堀井選手も今回、約10ヶ月ぶりの試合ということで、はい、まあ、お互いに少し時間が空いての、はいはい、対戦という形になります、はい。まあ、お互いも異なる時間を過ごしてきたと思いますが、はい、この過ごし方の差というのはどんな形で出ると思いますか。あ、もうめちゃめちゃ試合で出ると思ってて、まあ、堀井選手は怪我して、まあ、練習もしてたんだろうけど、まあ、YouTube とかそういう撮影とかも多分いっぱいしてて、まあ、その時間は自分はもう毎日練習と、そうですね、朝練習、夜練習で、昼もこう指導として今教えてて、まあ、もう全然生活が違うんで、
もうそこがリング上がればもうすぐに出ると思ってますね、はい、この一戦をクリアした先には何を見せていらっしゃいますか、はい、そうですね、まあここで一回しっかり勝って、まあ、堀井選手に負けたらもうなんですかね、もう本当に終わりだと思ってるんですけど、でもうなんか安全な勝ちとかを取りに行かないんで、もう1ラウンドから本当にぶっ倒しに行って、でまあ今ライト級のベルトがないんで、まあ、あのライト級でも負けてる選手いるんで、またトーナメントとかできたらそこでみんなぶっ倒して自分がチャンピオンになれば一番いいかなと思ってます、はい、今お話少し出ましたけど、はい、まあ、クラッシュのライト級のベルトが、はい、まあ、9位という形に、はい、なっています。どれぐらいの距離を通ってベルトまでたどり着きたいと思ってますか、はい、そうですね、まあ、今回はしっかりもうアピールする場だと思ってるんで、まあ、トーナメントはいつになるか分かんないですけど、しっかり堀井選手を倒して、まあ、リングの上でしっかりアピールして、なんですかね、なんかまあみんな本当ライト級今俺的には一番盛り上がってると思ってて、これでトーナメント開催されたらここ最近で一番面白いクラッシュができるんじゃないかなと思ってるんで、みんなで盛り上げていきたいですね、はい、はい、ありがとうございます。まあ、今回、まあ、まあ復活ののろしとなるあの再起戦であり、まあ、復帰戦という一戦になります、はい、この一戦は誰に見てほしいと思ってますか。うん、そうですね、前回の川田戦の時にすごいみんな悲しませちゃったり、まあ、期待を裏切ってしまったんで、まあ、あの時の自分は本当にもう実力 10% も出せてなかったんで、今回はもうそうですね、会場来る人みんなだし、まあ、アベマ TV で見てくれてる人とかもうみんなにそうですね、やっぱりすごいなとか鼻あるなって思えるような試合をみんなに届けたいですね、はい、今回里見選手の復帰をすごく楽しみにしているファンも多いと思います、はいはい、あの最後にじゃあ皆さんのファンの皆さんにメッセージの方一つお願いします、はい、そうですね、今回結構期間が空いちゃったんですけど、まあ今まで以上にもう、すごい自信のある姿になってリング帰ってくるんで、ぜひ注目お願いします。